今のところ里芋の強さは判明していない。いやなんかそのさ里のそのそもそも里のダイヤモンドちゃんがまあ外れみたいな扱いをされてるのはなんでかっていうと、あの金徳がおー来たストーリーの中でもらえる金徳と一緒なんですよね。そうだからまああんまりじゃねみたいな、しかもそのスキルもなんかそんなじゃねみたいな言われてるやつだから。ただでも今後もしかしたら環境が変わればワンチャン最高頼め。はい。その背中を越えて里のダイヤモンド越えたな。その背中北さんブラックの背中越えたな。もうピックアップいいいいです。よし頼むぞ、行きましょう。北さんブラックからのエアシャカール、ウォッカに見えるんだよなエアシャカール。一瞬マジでエアシャカールってそもそも得意練習何？あでもゴールドシップの育成につく、あ賢さなの。全然賢くなさそうな顔してない？全然賢くなさそう。なんなら一番頭悪いんじゃないのっていう。ごめん、エアシャカール推しの人がいたら申し訳ないけど賢くなさそうだけどな。